うわー、なんかすごいな。なんだここは、すごい建物じゃないか。地下にこんな場所があるなんてな。こういう場所は怪しい仕掛けや謎がありそうだ。なかなか面白そうだぜ。おい、キリア、あれ見ろよ。お、うわー、動く石像。あ、そこだけ石像がない。ここにもない。他のところは石像が並んで上がるのに、あの2箇所だけ石像がないな。これは怪しい匂いがするぜ。俺の勘だが、あの2箇所に石像を置けば何か起きる。なんか謎解きじゃないの。なんか思いっきり答えを指導が先に言っちゃってますけど、いいのかこれで。おい、キリア、来てみるよ。この扉開くみたいだぜ。なんか探索も謎解きも全部指導がやってくれてますね。そしたらこの指導が言っていたこれ、こう開けますか。鉄の縄文。お、赤き板で赤き箱を引き寄せよ。青き床に赤き箱を運ぶのだ。さすれば道は開かれん。ほう、これ前どこかのビルダーパズルであったんですよね、同じようなものが。この箱がこのスイッチで上下左右に動くので、そしたらまずここで引き寄せて、こっちで引き寄せて、こうすればいいのか。おお、これで開きますね。よし、さあこれは本当にもう指導が 何もかも次に何をすればいいのか全部言ってくれますね。さあそしたらこの鍵を使う。おお、開いた。さあこれでなんかすごいダンジョンだこれ。一人称視点で進んでいくか。これで、うわ、ドラキ、これはタオドラキーか。よし、そして今度はこっちですね。あ、宝箱が3つ、そして骸骨。うお、びっくりした、びっくりした、ちょっと待って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 、びっくりした。これはなんだ、ミミックか人食い箱か。よし、はあ、これは、お、これは銀、銀のインゴットか。そしてこれは銅のインゴット。あとはこっちの方にも道が続いている。おお、なんだこれは。赤き板で赤き箱を引き寄せよ。青き床に赤き箱を運ぶのだ。ん、砂を置き意のままに赤き箱を動かすべし。さすれば道は開かれん。さあそしたらこれって、あ、壊せる。これも、あ、これも壊せるんだ。で、赤き箱はここにあるのか。そしたらここにこうやって、こうやって、うん、でこれって壊せない。そしたらとりあえずこっちにやってこうして、そしてこうすればいいのか。これでまず左に引き寄せて、そして上に引き寄せる。よし、さあこれで鍵が手に入った。よし、そしたらここも鍵を開いて、あ、あ、そういえばいつも扉壊してきたけど、こうやって開くのか。だってこっち側はここに道がある。さあこれで、お、あ、これか、この石像、これをさっきの台座のところに置けばいいんですかね。うおー、動かない石像、動かない石像、動かない石像、動く石像の形をした動かない石像よし、お、そして金の鍵。お、その鍵今までの鍵と違うみたいだな。金の鍵か。ここまでこんな鍵を使う扉あったか。一度神殿の入り口まで戻ってみようぜ。石像は一つ手に入ったその鍵で扉を開けて進むきっと本当にこれもういいのか、こんなに指導が全部教えちゃって。何かこう詰まった時に指導に話しかけると教えてくれるとか、そういうあれじゃなくて最初に全部教えてくれちゃうんですね。さあこれで神殿の入り口のところに戻ってきました。これでまずここに動かない石像一つ置きますか。こう置いて、そしたら次はここですね。ここに
この金の鍵を使ってそして先に進んでいく。おっと、なんだこれ、ミステリードール、石人形、石人形か、け、なんて書いてあった今カタカナで読みにくかった。うこいつやけに硬いな、まるで石みたいだぜ。剣や斧は効かないみたいだ。ひょっとするとここはビルダーの出番かもな。ビルダーの出番、毒針とかでも多分ダメか。うわん、あ倒したぞなんか急所に入ったか。あ、どうやら石でできた魔物にはビルダーのハンマーが効くらしい。あ、ハンマーで叩けばよかったのか。毒針でやっつけてしまいましたが、キリア、また奥に鍵の付きの扉があるぜ。宝箱の中に鍵はないか。さあ、これで魔法の玉とそして鍵ありましたね。よし、そしたらこれで金の鍵使って、先進んでいきましょう。ん？カツレツ、カツレツ、油で揚げたジューシーな肉料理。なんでそれがこんなところにあるんだ。こんな遺跡の中になんでそんなカツレツ。おっと、引き返せ。これはこの石像が言ってるんでしょう。偉そうな仮面だな、無視して進もうぜ。これドラクエ3のあの地球のへそのあれですね、ブルーオーブを手に入れるところのやつ。あれ、ここが、お、なんか宝箱、あ、隠し部屋を発見した。これは世界樹の墓。ドラクエ3の時は引き返せと言って半分2箇所あるんですよね。2箇所あって1箇所はそのまま進むのが正解で、もう1つは引き返すのが正解なんですけど、これはいいのか。鍵がないですね。そしたらこっちから進んでいきますか。これは、あ、石像ありましたね。さあ、これで、そして鍵をもう一つ発見。そしたらここの鍵を開けて、あれ、ここ、あ、こっちの神殿の入り口のところに戻ってきたのか。こっちとつながっていたのか。なるほど。さあ、そしたらここにこの動かない石像を置く。よし、さあこれでどうなる。なんだこの家は。おい、キリア、石像たちの様子がおかしいぞ。襲ってくる。うわっ思いっきり襲ってきましたね、石像たちが襲ってきた。ちょっと待て、ちょっと待て。ただ鉄の剣装備して、うわっ、そうか、これも石だからダメなのか。そしたらこれハンマー、ハンマー、おお、結構当たる。ハンマーで倒すのか、それともさっきの毒針の方がいいのか、どっちなんだ。いか、ハンマーでいくか。さあ、これドッカンハンマー、あんまり強くないな、これ。ハンマー連打してた方が強い。よし。さあ、これで石像を倒した。イェイ。さあ、これで、あそこの宝箱が開いたみたいだぜ。はい。さあ、これで宝箱を開けて、おお、ありましたね。これが、笛のかけら。さあ、これが、ゴルドンが持ってやがった山彦の笛の残り半分。まったく、なんだってこんなでかい建物に大げさにしまい込んであるんだ。まあ、それだけ大事なものなんでしょう。まあいい、それをくっつければ金の鉱脈を探せるんだろう。一度ゴルドンのところに戻ろうぜ。はい。さあ、拠点に戻ってきました。今夜ですけど、ゴルドンに話しかけてみましょう。ウゴゴキリア、笛のかけら手に入れたのか。はい。俺、思い出した。その笛半分にして、俺から奪ったの、メドーサボールだ。あ、メドーサボール。でも何のために？笛があれば、いろいろなものを探せます。きっと教団にとって邪魔だったんでしょうね。うん、だけど、だとしたらどうして半分だけ神殿にしまっておいたのかしら。そうですね、あれはビルダーがやったんですよね。古のビルダーが作った神殿、そこに
しまっていた。わからないけど、俺いつかメドーサボール倒す。そのためにもゴールドマンに戻りたい。さあキリア、金探すために笛作ってくれ。さあこれで新たなレシピをひらめいた。やまびこの笛、珍しい鉱石の場所を知らせる不思議な笛。吹くと鉱石の場所を音で知らせてくれる。へえ。そしたらこちらですね、このやまびこの笛、これを作りましょう。お、ビルダー道具やまびこの笛ゲット。貴重な鉱石を探し出せる。お、やまびこの笛を吹いてみよう。金鉱の場所から音符が返ってくる。音符をたどって金鉱を探そう。ほう、おお、なんかすんごい喜んでる、喜んでる。さあこれ一箇所に荒くれが集まるとすごいことになってますね。オンバ、まあまあまあ、それやまびこの笛じゃない。またまたとんでもないものを作っちゃったわね。キリアちゃんが行ってきた建物は昔地上にあった神殿よ。メドーサボールが地下に沈めたみたい。メドーサボールはね、美しいものや光り輝くものを壊したり石にしたりするらしいの。だからゴルドンちゃんも行動の鉱石も全部石にしたのよ。みんなに絶望を与えるために。ほう、ああ、この鉱山界の宝石といえる私も石にされないように気をつけなくちゃ。そうそう、その笛は求めるものがある場所を指し示すんでしょう。これで金の鉱脈もきっと見つけ出せるわね。さあこれで、次はこちらか、カルロ。やまびこの笛を吹けば坑道にある金の鉱脈も探し出せるはずだ。早速坑道の下層に行ってきてほしい。はい。けどよ、地下は広いし金は岩の中にうずもれてるはずだ。やみくもに笛を吹いても見つからねえぜ。そうね、それじゃあまず地下坑道の下層、昇降基地の南にある南西坑道のあたりで吹いてみたらどうかしら。はい。キリア、お、ペロ、これはまたお弁当ですね。キノコハンバーグ5個。あなたなら金の鉱脈を見つけられるわ。でも危険なことはしないでね。ペロいいですね、かなり気遣ってくれる。あいついつもいつもキリアに食い物を渡してきやがるな。どういうつもりなんだ。まあ気があるんでしょう。あらやだ、指導ちゃんては乙女心がわからないのね。うぶなんだから。さあこれでみんな怒ってますが。内緒で特訓してるんだ、ペロ。かわいいな。さあそれでは南西坑道をやってきましたけど、これでこの笛を吹けばいいのか。おおおおお、あ、そこはなんか光ってる。そしたらやまびこは遠くから聞こえる。この辺を掘っていけばいいのかな。おお、なんかあったぞ、なんか空間がある。これでこまめに吹いていけば、あ、それで向こうの方か。これでこっちの方、やまびこは遠くから聞こえる。おお、なんかあった。おお、あった。これか、これが金。なんか奥の方にもたくさんありますね。おお、金を手に入れた。おお、それが金ってやつか。やったな、キリア。キラキラしてて面白いじゃないか。見つけたらどんどん掘れよな。たくさんありますね。よし、そしたらここら辺、あ、下の方にもたくさんある。これって、そしたら、錆びた魔法の玉、これを使って壊せるのかな。うわっと。まあダメか、魔法のためじゃあ壊せない。そしたらこれはもう手作業で掘っていきますか。そしてこっちの奥の方にも、うわー、なんかすんごいたくさんあるな。おーっと、なんだ。うおー、ついについについに見つけた。これこそ金の鉱脈だぞ。さあこれでマッシモが人を呼んで、お、やってきますね。荒くれが来た。
お、ほえみスライムがいる。やったなキリア、これで夕方の報告会で金も上がってくるわけだ。さてと、残りの金の鉱脈を探さないとダメだぞ。だけど見当がつかないぞ。ん？おい、あそこで青い魔物がヘラヘラしてるぜ。どこで笛を吹けばいいか吐かせるぞ。さっきのホイミスライムのことかな。これか。こんにちは。うへえ、あんたら金を掘り出そうなんざ、すげえ根性してますね。ほら、金ってやつが好きなんですが、このうねうねとした腕じゃ金なんて掘れませんでね。金を掘りたいなら、ここから北東に行った商工基地の壁の中にならあるかもしれねえですね。ほう。あとは商工基地からさらに北東に行った大きなキノコがたくさん生えたあたりにもあるかもしれねえですよね。ほうほう、物知りですね。それにたとえハンマーがあっても岩の壁をたくさん壊すのは大変なはず。この辺りの爆弾岩から取れる爆弾石なら何か作れそうですが、ビルダーでもなきゃ作れないでしょうね。爆弾石、よし。さあ、そしたらこれで、さらに金を探していってみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。